皆さんこんにちは。こんにちは。岡野さと子です。長谷川一光です。この度9月6日金曜日に GG サロンコンサートに出演させていただくことになりました。今回は、この19世紀ギターですね、こちらちっちゃいのは手筒ギターって言って少し音が高いギターですが、これらを使って二重奏を中心にしたプログラムで、演奏したいと思っています。私はこの19世紀ギターをよく弾くんですけれども、やっぱこのライフワークとして、こういう楽器に取り組んでいますが、当時そのギター黄金期って言われてた時代で、みんながたくさんの人がそのギターを楽しんでいた時代なんですけど、その頃どういうふうに楽しまれてたかとか、そういうことを考えながら、当時の楽器や、その弦を当時の仕様に近づけるなどして、探りながら楽しく練習しています。今回は岡野さんにお付き合いいただいたわけですけれども、岡野さんも19世紀ギターは、いろいろなさってるんですよね。そうですね。でも今回は、このオリジナル楽器、初めてです。あと、ガット弦も初めてです、ね、はい、ガット弦も初めてで、爪も切ってみてどうですか。はい、そうですね、ガット弦の音色って多彩な、ね、音色が楽しめるんじゃないかなと、ね、最近実感しています。結構軽やかな響きの中にこういろいろな色合いが感じられて、とても楽しいものです。Thank you.
トルですが、19世紀のギターと音楽の花束というタイトルをつけましたが、これはあの今回演奏最後の曲になるのかな、グランポプリという曲が、ジュリアの曲があるんですけれども、このポプリっていうのがもともとその花束の意味なんですね。いろいろなものをこう集めて、きれいに飾った花束のことなんですけれども、音楽でポプリっていう名前がつくと、その当時流行ってる、今流行ってるいろんな曲を、メドレーのように集めた、まあ、いいとこ取りみたいな、そういう曲のことをポプリと、言うんですけれども、まあ、その、タイトルを合わせて、今回の、タイトルにしてみました、はい。それでは、9月6日、はい、皆さんお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。